バットさばきがいい感じら、一万。マコだ！なんやこれは。何しとんやお前。マコトちゃんは？マコトは？マコト。はいっつら。逃げんなやマジで。やろうが。おのれら全員地獄に送ったぜ。ぶっ殺したぜ。え、マコトちゃん生きてるよね。生きてるよね。生きてるよね。俺ら全員ぶち倒したらマジで。早くマコトちゃんの手当てしないと。邪魔やねマジで。マコトちゃんの手当てしないと絶対死んじゃないもん。マコトは？生きてるよね。生きてるよね。生きてる。生きてる。おい、マコト、聞こえるか。しっかりせ。マチは来たよ。おい、俺がわからんのか。返事せえよ。マジ言わないよ。マコト。マコト。ごめんなさい。お前はいつも勝手なことばっかして。私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。あなたの手下の首を三つ、私の前に並べてください。堂島組長。それが、殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で、土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか？お嬢さん。あなたが条件を飲まなければ、それはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ、あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になって
あの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば、土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ、役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたが、ようやくその裏が取れた。女子供だろうが、ヤクザを舐めちゃいけねえな。私本当にバカで、世間知らずだから、殻の一粒があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ、やるしかなかった。待って、誰か助けて、誰か、助けて、誰か。マジマ、助けたかったら今俺を信用しろ。それとも信用します。お前一人で女を助けられるか。助けてください。チラちゃんに一生ついてく。マコト、おい聞こえるか。死んな、一気持って。死ぬんやない。お前の望みは俺が叶えとるから、せやな、頼む、頼む。孫の頑張ってくれ、マジで絶対来てくれ。なんだ俺、愛の証、復讐でも何でも叶えるから、お願いだから生きてって。チラちゃん、本当にチラちゃん、ありがとう。チラちゃん、ありがとう。一生チラちゃんについてく、はじめ。アイラは、愛のためなら何でもやれるね。人殺しできなかったけど、お前のためならやるねんって。お前のためならやるねんって。生きてくれるならやるねんって。ちょっと鼻水かむから見劣りするわ。